いですね。こういう曲はもうこの出だしのここであのベースの音を聞くんですけど、頭の体に鳴らしてるのはこのファーの音ですね。このハーモニーがふわーっと、自分の中でも合格ではないんですけど、多分コンサートで弾くんだったらもうここだけでもすごい何百回と多分練習して、体がすごくナチュラルにこのファの音に入ってくれる。筋肉の微調整の問題なので、それはそれで全然違う、あのピアニッシモで弾けるこういう小さい動きの練習を入れていくと、あとは聞くだけで自動的にできるようになります。ノクターンはもう本当に音を聞くためのあの練習にうってつけで、これが消えるまでずっと聞くんですね。ペダルずっとショパンは一つだけで書いてるので、4小節まで。その指なんですけど、基本的にここから動かすので、この平べったいタッチとこれをだんだん起こしていくと、ここにこの腕の重さが全部かかるので、何にも力を入れなくてもあの音は鳴るんですね。置くだけで。それをもっと繊細にしていきたいときは本当に指の動きだけで出していくんですけど、この骨を使って出していくと、ここ全部他は脱力して、出していくと、あのとても敵をポーンと叩くイメージで弾いてみると、もうホールとかだと本当に顕著で、この芯があるかどうかで後ろまで届くかどうかで、わざと曇らせたいときは逆にこういう骨の入らない音を使うんですけど、プレイエルとかだと、あの1800年代のプレイエルだとちょっとこの骨を入れるともう重すぎるのでほとんど使わないんですけどね。モダンピアノの場合は
どんなにピアニッシモでもちょっとこのシーンはあった方が大ホールではいいと思います。少しなんですけど、それを聞いてからとかだとちょっと聞き足りないので、もうなんか本当にわずかの時間にもうわからない程度ちょっと聞いてから降りてくるっていう時間が必要になりますし、どんどんちょっとずついろんな投稿をしていきたいと思います。それでは。